まずはウルベゼクに向かいたい。君たちの出発点か。俺の親父のさ。大丈夫？苦しそうだよ。少し船に酔ったみたい。嘘だよ。嘘だって言ったの。シオンって感情が顔に出やすいもん。あなたに。いえ、そうね。ごめんなさい。アルフェンのこと？彼だけじゃないわ。話せないこと？私はあなたたちとは違うから。違わないよ。うん、うん、初めて会った頃だったら違うと思ったと思う。でもそうじゃないよ。私とシオン違わないよ。それにそんなこと言ったら私だって違う。ダナ人なのに魔法使い。言ったでしょ、迫害を避けて隠れて暮らしてたって。人はそれぞれ他人には分からない辛さを背負っているからな。お前たちが話しているのを見て気になってしまった。おせっかいとは思ったが性分でな。すまない。私と話したって面白いことないはずよ。迷惑か。そんなことは。お前が何か思い悩んでいるのは見ればわかる。お前のことだ。どうでもいいことで悩んだりはしないはずだ。それを無理に話せというつもりはない。私はレナ人ではないし、魔法使いでもない。王でも巫女でもスルドでもない。ありふれた元奴隷に過ぎない。それでもお前の力になれたらと思う。仲間だもん。私もあっちの男どももみんなそう思ってるよ。それに私たち友達でしょ。前にアルフェンにも言ったが、お前は一人ではない。ありがとうリンウェル。キサラ、さてそろそろ私はおいとましよう。どうもこの船というやつには慣れなくてな。私も行くね。男どもがまた変なことしてないか見てないと。特にローはちゃんと見張ってないと何しでかすかわからないんだから。でもだからこそ私は。疲れたね、フルル。そいつ大体隠れてるじゃねえか。フルル、シオン。ああね、やっぱり。私もそれは考えた。だが、何に悩んでいるのであれ、一番知られたくないのかもしれない。もしシオンが隠したいと思っているなら、それを私たちから伝えるわけにはいかない。うん、言えない。言えるはずがない。私はどうしたらいいの。
カラグリアか。ずいぶん懐かしく感じるな。あの時はジルファもいたっけ。ご用心。シンミリ。まったく次から次へと。みんな少しは自分の頭ってもの。ネアス。なんだ、こっちは今。アルフェンか。なんだか大変そうだな。相変わらずさ、レナの残党にダナ同士の縄張り争い、おまけに厄介事の相談は全部俺たちに頼りきりとくる。そこに来てあのお空のお引っ越しだ。どっかで聞いたような話だな。まあこっちのことはいい。何か用があって来たんだろう。ああ、古いレナの星船を探している。何か情報はないか。星船？何のためにそんなものがいるんだ。レネギスに行くためだ。レネギス？正気の沙汰に聞こえないぞ。お空のお引っ越しを見た後でもか。分かったよ。だが俺もさすがにそんな心当たりはない。記録みたいなものでもいいんだ。古い書物ならいくらかある。見せてもらうことはできるか。いいだろう。ありがとう、ネアス。一通り読んでみたけど、一箇所だけそれらしい記述があったよ。大きな流れ星が山の向こうに落ちたって。時期もレナの進行の少し前。それなのか。わからないけど、他にそれらしいのは見当たらなかったから。ベルクっていうのが地名っぽかったけど違うかな。ベルク？心当たりがあるのか。カラグリア有数の火山だ。つい最近流れ星が落ちるのを見たっていうやつがいたんで調べに行ったところさ。最近になってまた流れ星が落ちたっていうのかよ。もしかしてあの時見た4つの光の1つ。行けるんだな。道を教えてくれ。ジオーネ廃坑道だ。通行止めになっていた通路の一つが火山に通じていた。そこを使え。だが用心した方がいい。流れ星と関係あるかわからないが、途方もなく巨大なズーグルがいたんだ。あんな化け物見たことがない。巨大なズーグル。遠目に見た時点で引き返したんで詳しいことはわからないが、行くなら十分気をつけろよ。よし。奴が言ってた化け物の話、なんかヤバそうな感じだったな。だとしても行くしかない。ジオーネ廃坑道を抜けてベルク火山だ。行くぞ。以前に比べて住民の顔が明るくなったわね。ああ、空気が随分変わった。いち早く解放されただけのことはある。ジルファが見たら喜んだかな。そうだな。でも今はローが。ロー、ローどうした。いや、なんていうか、ちょっとさ。出奔したことまだ気にしてるのか。俺にとっちゃ見捨てた間に解放された故郷だからな。なあ、そんなこと気にしてる場合じゃないって頭じゃ分かってるつもりなんだけど、やっぱちょっとな。
リンウェル、フルルの元気がないようだけど大丈夫？少しバテてるみたい。フルルはシスロディアの生まれだから。ああ、それでなくてもカラグリアは熱いもんな。ははん、読めたぞ。お前雪国生まれだから白いんだな。ダナフクロウは育った土地の精霊力の影響を強く受けるから、生まれた場所と外見は関係ありません。フルルが白いのはまだ子供だからだもんね。フル、住む土地で色が変わるのか、不思議だな。ずっと一緒に旅をしてるし、成長したらどんな柄の翼になるか楽しみなんだ。白のままっていうのもいいと思うけど、変わってしまうのね。わかった。右と左と頭と尾羽と腹で色分けするんだろ、地図みたいに。ほらだだだだだ、急に元気になりやがった。ローが変なこと言うからでしょ。フルルにも美意識はあるんだから。美意識か、なかなか見どころがありそうだ。キオハリム、惹かれています。備えあればというが、お金の備えが。究極の一皿が今ここに。ここなら煮炊きできそうだな。随分と暑いな。メランシアとは気候が違いすぎる。ですが、街を抜けてから幾分涼しくなりました。それは視線が暑かったんじゃねえか。
雰囲気が変わった。油断するな。ジオーネ廃坑道か。久しぶりだ。ここで初めてシオンと一緒に戦ったんだよな。あなたが初めて私に触れた場所でもあるわ。そうだったかな。ええ、そうよ。しねえだろうな。心配屋さんの頭には落石があるからね。武器に必要な欠片が揃ったか。どちなさい。硬いやつは回さないわ。マルス攻める。真空ポーレットライン。そんな気持ち止めてみせる。マルス、こうも飛び回られてはな。わかってる。私の手が引っ張った。走行なんて俺には関係ねえ。敵に回しなくなるよ。これで終わりだ。マイク、あの突進敵の術は致命傷になりかねない。それを防ぐのは私の役目。あんたん私に任せて。ひらめき、さあ次やっちゃうぞ。
Yeah.
突破口を開くぜ。あ、頼む。マイク突進は私が止める。お願いします。マイク、ドラゴン準備完了。マイク、マイク、硬いやつだを任せろって。マイク、今だよ。アクティブ精霊力をアタック。やったか。完璧だね。エンス時空投影で振り注げ。おさまりせよ。今だよ。これで終わりだ。流れが来てんじゃねえか。顔ヒリヒリする。喉乾いた。ほら水筒、飲みすぎるなよ。ありがとう。シオンも飲むか。あ、食べる方邪魔よ。任せたまえ。あったない。シオンの炎、元俺の技、合わせれば何倍もの力になる。バラバラにしてやる。セミナーヤツは負けるくないから。
よし、訓練の成果が出ている。よかった。問題はないな。この橋崩れないでしょうね。無論だ、確約はできない。どっちだよ、怖えよ。
みんな、無事だな。気をつけたまえ。落ちたら骨も残らん。冗談でも
押すような真似はするんじゃないぞ、ロウ。俺は子供か！ギオハリム、あんなゲートを持ってたんだな。けど、岩と植物じゃ全然違う気がするんだ。そうでもない。どっち？でも、地の精霊力が関わってる。本当にあるようだな。近づかせないよ。出させ。火炎砲。闇に攻める。撃つは敵に。やらない。ここまでだ。攻めるは最後だ。まだ動かない。真空投影で。その脆い海を狙っていこう。真空投影で。叩き直してやる。無難な手は無効だ。絶対に反撃。ハイブラッド。まとめて片付ける。成功。かっさり兵器。これで終わりだ。シオンの力はすごいな。狂ったのはあなたよ。どきなさい。真空投影。俺の真骨だ。無理ないやつに任せてて。危ない。入りなれ。下がる。真空投影は危ない。あいつ。まだまだ。なのに今までそこが弱点だよ。任せたまえ。あがくがいい。よし。下げるを止められるよ。やらせないよ。下げる。真空投影。準備完了。これで終わりだ。簡単テラス。マイク。ひらめき。ハートの終わり。私ならわかるよ。治癒術
つは任せておいて。昨日は壊すばっかりだからね。やらせない。早くの前に事情を知らせるぞ。これで終わりだ。爽快を始める。トイツ攻撃攻める。危ない。トイツ攻撃攻める。やれるぜ。これで終わりだ。どうにか倒せたな。あのバカでかいの。あれがネアスの言っていた化け物らしいな。リンウェルの言うようにくさびから発射された4つの光の一つなのでしょうか。だとしたら目的は何だ。くさびはダナの精霊力を集めていた。何にせよ町に迎えでもしたら大変なことになる。それにあいつを倒さないと先に進めそうにない。やるぞ。そうだな、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。来るぞ、構えろ。避けなきゃ。いつを止められるよ。逃げた連中を笑う気しないな。何よ、怖いの。ちょっぴりな。お前は。私はものすごく怖いわよ。だったら口を閉じて集中しろ。死ぬぞ。ウーグルを呼び出した。ヤツを警戒して片付けるわよ。突っ込んでくるぞ。それを止めるためにこの盾がある。わかった、任せたぞ。ストライクは任せろ。絡め込む。任せてくれ。ブレッド光の光を発する。もう
倒すしかあるまい。Nice.
無事。ああ、まだやれそう。
無理はしないで。お願い。だけどこんなでかいの。どうすれば。俺が何とかする。任せてくれ。みんな、無事か？ええ、なんとか。肝が冷えたぜ。他のズーグルとはちょっと様子が違ったな。ああ、アウメドルが連れてたのとも違う感じだった。精霊力の属性の偏りが極端だったよ。スルドみたいに。くさびから現れただけあって、精霊力を集める上で何か役割があったんだろうか。生ける修霊機か。場所が場所だけにあり得るな。あるいはスルドに代わる新たなダナ制圧の先兵か。いずれにせよ、今のが4つの光の一つであったなら何かしら防いだことにはなりますね。苦労させられたし、そうであってほしいもんだが、とにかくこれで進める。行こう。腕が上がったかな。そうでないと困るわ。ああ、答えてみるか。まったくあの日の化け物、よりによって俺たちの当選もしなくたっていいのに。光の残りはどこにいるのかな。点でバラバラに飛んでったみたいだったけど。目的が何であれ、町の近くでないといいがな。あんなのが町を襲ったら大変なことになる。結局俺たちが何とかするしかないってか。あんなのがあと3匹もいるなんて頭が痛いぜ。暴れがいがあるって思わないんだ。よせよ、そこまで命知らずじゃねえって。それにやらなきゃならないことがあるのにバカやって死ぬわけにはいかないだろ。うん、そうだね。ごめん。